こんにちは、マーチトラベルです。今回は熱海を中心としたエリアなんですけれども、絶景を見ながら楽しめるレストラン、新しいスポットなどいろいろご紹介したいと思います。最近熱海はますます人気が盛り上がってきていて、行くたびに観光客の方が多くてびっくりしちゃうんですけど、次回の熱海旅行の参考にしていただければと思います。それ磯となりぶっかけ麦飯、ブロードの中にマグロのぶつ切りは漬けで入ってます。なお今人気になってるのが一番右のウニトロロとか、左から春くらすごい、すごい。ぶっかけです。マグロのぶつ切りの漬けになってます。いくらの方、途中からこの自然薯を入れてね。はい。はい、抹茶と玄米のブレンド。こうやっておくと何に見えんの？ミッキー？親父ギャグです。はい、ありがとうございます。羽が十分ない。ミッキーマウス。分食べたら味変です。
今回は熱海エリアなどの新しいスポット、絶景レストランなどをご紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは旅行や美味しいレストランなどの動画を配信しております。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。